では第5問のね説明をしたいと思います。第4問まではまあちょっと選ぶが基本的にはメインでしたね。はい。でまあさらに言えばまあそうですね、今までまあカードとか、まあ、ちょっと違うのはね第4問の円のやつですかね。だけどまあ基本的にはカードからまあ引いたりとかそういうのがメインでしたよね。あと球を引くとかね、そういうやつがメインでしたけども、今回からはい第5問とあと次その次の第6問はですねサイコロについて、説明していきたいと思います。でサイコロの一番大事なポイントはですね、まあ、そこにも書いてありますけれども、はい、サイコロってのは何かというとこれ独立なんだと。はい、独立な事象であるっていうのがポイントになってきますね。よろしいでしょうか。はい、まあもちろんカードでも独立なことはあるんですけれども、まあ一応考えてみましょう。はい、じゃあ独立とね何かっていうと、これは独立と従属っていうんですね。独立と従属、はい、独立ね。はい、で言葉を考えればね、まさにその通りですね。従属ってのは、従属っていう字は従うに属するってことですよね。つまり何かに従ってるわけですね。で独立っていうのはまあ独立しているとか言いますよね。じゃあ例えばですけれども、じゃあ一般常識というかね、現実に即して考えるならば、じゃあ独立した人と従属した人ってのはどうだろうかっていうと、例えば皆さん、今皆さんは親に従属してますよね。まあもしかしたらもう自分で働いてね、お金稼ぎをしながら勉強している人もいるかもしれませんけども、基本的にまあ例えば高校生以下の人はね、高校生より下、ね、下の年齢の人たちっていうのは、みんな、まあ親御さんにね、または何か誰か大人の人のお金で、まあ従属しているという言い方ができるわけですね。まあもしかしたら自分はバイトして勉強しますっていうね、人もいるかもしれないけど、じゃあ生活費はって言ったりね、そういうことになったりするでしょ。ね。じゃあまあそう、じゃあそうじゃない人がいるとしたら、じゃあ例えば、まあ一応大人って言われてる人たちはね、大学生ですらもね、私なんか特にもう従属してましたよ、本当にね。っていう感じなんだけど、例えば独立っていうのは、ね、じゃあ大人になって、自分で働き始めて、ね、お金を稼ぎ始めたと、ね、いうことになるわけですね。じゃあそういう人は独立しているというわけですね。うん。例えばそういう違いがあるから、独立と従属という、まあ対立項があるわけですね。はい。まあ自分は違うよって思った人も、まあちょっと許している状態と、ね、いう感じですかね。はい。じゃあこの場合、じゃあ何に独立して、何に従属してるかってことなんですけども、これは、一回一回のこの、なんていうのかな。まあこの確率とか、場合の数が関係するようなこの行為のことを、これ思考って言いますよね。はい。思考の結果が、影響が出ないこと、はい、影響しない、はい、影響しないことを独立というわけですね。それに対して従属っていうのは独立ね、思考の結果が影響することを従属というわけですね。はい、よろしいでしょうか。じゃあ具体的にはね、どういうことなのかって話なんですけれども、まあじゃあまずは、従属の話をしようかな。はい、まずは従属だけど、例えば、はい、カードを戻さずに引くっていうのが従属ですね。例えば、はい、1から6、どうしようかな、5のカードがありますと。ね。で、はい、2回引くときに、はい、2回引くときの場合の数は何通りですかって言ったら、最初は5通りですね。で、2回目、これが1回目ですね。それに対して2回目っていうのは、ね、5-1 になってるでしょ。はい、というわけですね。だから 5×4 で20通りとなってるわけですよね。はい、1から5から 2枚引くことを 5×4 は20通りと考えますよね。
これは何でかっていうと、1っていうのがそう前の結果、まあ前の思考ですね。カードを引くっていう、1枚目のカードを引くっていう思考によって、まあ、影響されてるわけですね。っていうことなんですね。はい。だ1枚目の結果と1枚目と2枚目が何通りっていうのが変わってくるというわけだ。こういうのを従属した結果という、従属した思考ということになるわけですね。でそれに対して、はい、今回のテーマであるサイコロっていうのは、はい、サイコロを2回振るっていうのは、これは独立だと言ってるわけですね。それは何かというと、まあね、1から6の目のサイコロと考えるとどうなんでしょうか。1回目は6通りですね。はい、じゃあ2回目はってことなんだけど、まあ、そこに書いてある通りね、で1回目がどんな目が出ても2回目だってそう6通り出ますよね。例えば1回目の目が1が出たからといって2回目に1が出やすくなることもなければ、1が出にくくなることもなければ、当然1が出ないことはまあないと、ね、1も出ますよね。てか全部の目が出る、というか出る 6×6 で36通りとなるわけだ。ということで、はい、1回目と全く同じというふうに、これが影響なしということになるわけですね。はい、影響がないのが独立。はい、影響されちゃうことを従属というふうに言うわけですね。はい、でサイコロっていうのはまさに今ここにも書いた通り、いいですか、サイコロっていうのはここにも書いた通り、思考同士ね、1回目サイコロ振る、2回目サイコロ振るということに関して確率に影響が出ない、ね、という有名なパターンなので、よく覚えておいてください。例えば、まあ、これをね、全く同じように、カードについてもね、じゃあ独立にするためにはどうしたらいいかって、例えば、1枚、1から5のカードから、はい、戻しますと。カードを戻しますって言われたら、これは独立なんですよね。例えば、1回目で2を引きました。だけど、それを戻しちゃいます。そしたら、2回目でも、もちろん2を引くことができますよね。1と1、3、4、5を引くこともできる。ということで、2回目も5通り引くことができるわけですね。よろしいでしょうか。はい。で、はい、これが独立だという話ですね。で、ここ今ここね、書いてありますけど、でも今回の問題はまあ確率は出ないんですけれども、じゃあ例えばこんな例題を出してみましょうか。はい、1回目で、偶数。2回目で、3の倍数。となるサイコロの目の出し方は何通りかと。そうか、目の出し方の、そうだな、出す目の出る確率にしようか。はい、1回目で偶数が出て、2回目で3の倍数が出る確率はな、ね、何分のいくつですかってことなんですよね。はい、そうすると1回目の確率っていうのは、はい、全部で6通りあるうちの、はい、偶数になるのは何の時ですか。246が出ればいいですね。っていうことなので、まあ、3通りなので、6分の3で2分の1の確率ですね。これは大丈夫ですよね。はい。偶数が出る確率は6分の、はい、2か4か6の3通りだから2分の1。じゃあ2回目は、はい、3の倍数なんだから6分の3か6が出るということで、2分の、あー、間違えた。3分の1だね。これは2通りですね。はい、3の倍数になるのは3か6の2通りだから、6分の2で3分の1ということになるわけですね。
はい、そうすると、まあ、ここのね、ポイントで何を言ってるかっていうと、はい、じゃあ、1回目で偶数、2回目が3の倍数となる、ね、確率っていうのは、普通だったら、全部で2回やるから36分のですね。36分の、じゃあ1回目が偶数で2回目がね、3の倍数になるのは、例えば、23だったりとか、26だったりとかっていうふうに、こうね、数えていかなきゃいけないんだけれども、はい、今は、1回目がそもそも2分の1の確率で2回目が3分の1の確率ですね。はい。ですからこれに関して、はい、2分の1かける3分の1なので答えは6分の1の確率であると。ね。求める確率は6分の1というふうに書いて計算ができるということですね。それは何でかっていうと、従属してるが独立してるからですね。はい。つまり1回目が偶数だろうと何だろうと、2回目で3の倍数となる確率は2回目に関しては3分の1の確率で起こるわけですね。だから求める確率は掛け算、ね、これのことを確率の積の法則といったりしますね。積の法則、ね、掛け算の積ですね。積の法則といったりするわけですね。はい、というのが使えると、まあこれがもちろんこういうことが分かってないとね、計算できないということになりますので、しっかり押さえておいてください。よろしいですかね。はい、じゃあ、サイコロのね、問題を解いてみましょう。では、第5問の問題文をもう一回見てください。はい、まずサイコロを3回投げるわけですね。で、次の規則に従って文字を作ると。はい。で、何も書かれていないときは文字が1つだけのときも文字の列と呼ぶことにする。まあ、そういう前提ですね。はい。で、まず、まあ、これね、いろいろ書いてあるんだけども、まあ、ざらっとまとめるとこういうことですね。はい。サイコロを振って1と2の目が出たら A を書きますと。ね。で、3と4が出たら B を書きますと。で、5、6が出た時が、これがちょっと場合によって違うんですけれど、例えばそこに何もなければ何も書かないというわけですね。それに対して5、6で、5、6の目が出て、もし例えばここに、じゃあ例えば1回目が A が出て2回目に B って書いてあったら、はい、そこで3回目3、5、6って振って5、6が出たら、はい、ね、最後の文字を消してしまいますと。ね、はい、1回目1、2が出て2回目3、4どっちか出て3回目5、6が出ちゃったら最初の文字 A だけが残ってますよということに例えばなるわけですよね。ということでした。で、例えば第1回目で5、6が出たら何もしないし、第2回目でも全くその次に5、6が出たら何もしないが続くということになるわけですね。はい、いいですかね。まあ、こういうもちろんこの謎ゲームなんですけれども、こういうのはもうね、もちろん今まで誰もね解いたことないやつですから、多少自分でこう頭の中でサイコロを振って、これだったらどうなるかな、これだったらどうなるかなって多分試してみるっていうのが、確率を解く上では重要な問題になってきますね。はい、よろしいでしょうか。はい、でまとめたやつはそこに書いてあるとね、1、2が出たら A だとね、3、4が出たら B で、5、6が出たら書かない、または消すということになるわけですね。というわけでもう一回これを整理すると、A と書くのは 1,2 の2通りということになるんですね。はい、逆に考えると A になるのは2通りだということですね。で、B になるのも2通りということになるんですね。まあ今回は確率じゃないので何通りということになるでしょう。で、5,6 になるのは、これも2通りと。つまり書いたり、書かなかったり消されちゃったりするのが2通りということになるわけです。はい、まあこれを、ここまで整理した状態で問題を解いてみましょう。はい、まずは文字列が AAA となるのはどういう時ですかって言ってますけれども、はい、まあもう3文字書かれてますから、これがそのまま1回目に A と打って、2回目に A と打って、3回目に A と打ったということになるわけですね。そしたらこれがそれぞれ A と打つのが2通りずつと、2通り2通りと、こういうふうに決まってるわけですね。 A を打つのはね、1か2の出る2通りずつということになってるわけですから、はい、まあ確率の各ね、積の法則と同じようにね、それぞれが2通りずつで、今回は独立のね関係になっているので、それぞれについて2通りずつと。だから 2×2×2 で8通りが答えになるわけですね。よろしいでしょうか、ね、3回とも2通りずつで 2×2×2 で8通りというわけですね。はい、でこれが A が8と、で次は AB となるというわけですね。
はい、で本当だったら3回やってるので3文字ありそうなものだけれどもね、こうなっちゃってるってことは絶対にまあどっかで5、6が出てるわけですね。はい、ということでまあいろいろ考えてみるとそこに書いてありますね。はい、じゃあカッコ1カッコ2を見てみましょう。はい、文字列が AB となるのはどういう場合かっていうと、はい、1つ目は1回目で何も書かずに2回目で A で3回目で B を書いたとね。つまりコロコロコロって言って、はい、何も書きませんでした。何も書かず、そして A が出た、1、2が出たから A となって3回目で B が出たというわけですね。まずこれが考えられますね。でその次に考えられるのが何かというと、はい、まあそうだね、消えるってことを考えたらどうなのかなって思うわけですね。そうするとじゃあまずは A、B と書いて、その後3回目で、まあ、例えば A または B と書いてそれを消去したって考えたらどうなのかなと思うんだけれども、はい、今ので実はこれ4ステップあるんですよね。1回目、2回目、3回目で文字書いて4回目で消去になるんで、これ4ステップ必要になっちゃうんですよね。はい、今回は問題は必ず3回でって書いてありますので、はい、要するに消そうと思ったら文字を4つ、あ、3つ書いてから1つ消さなきゃいけないから4ステップになっちゃうわけですね。つまり4回目が必要だからもうそれはダメですと。ということなので今回はこの1つ目のパターンしかないということになるわけですね。はい、そうすると全く同じようにやろう。はい、まずは何も書かないのは5、6の2通り、 A と打つのは1、2の2通り、 B と書くのは3、4の2通りなので、はい、答えは8通りということになるわけですね。よろしいでしょうか。はい、でまあちょっと最後になっちゃったんだけれど、まあ自分はですねこの問題をどういうふうに解釈したかっていうと、なんかあれですね、皆さんはまあパソコンとかで文章を打ったりしますかね。その時にまあメモ帳とか、ね、あのマイクロソフトのワードとかね、そういうのを使ったりすると思うんですけれども、はい、でそういう時に、タイピングしてるようなイメージですね。はい、 A と打って B と打って、はい、消すのはなんていうかバックスペースですね。またはサイコロ振って何もなかったら、何も打ちませんみたいな、ね、手を何もしないみたいな、まあそんな風にねイメージしとくといいんじゃないかと思います。はい、この問題また後でね解説しますので、そっちも含めて聞いてみてください。はい、ではまあ続きまして第6問をね、説明していきたいと思うので、まあよかったら見てください。